おーい、そこの君、ちょっと来てくれよ。ちょうどよかった。見てほしいものがあるんだ。ついてきてくれないか。不用心だからね。ちゃんと鍵をかけないと怒られちゃうんだ。この中に船があるんだけど、シャッターが開かないんだ。君、なんとかできないかな。触るなよ。火が消えちゃったらどうするんだ。ああ、いや、その…とにかく、これは僕のだからな。そうだ。僕、仕事があるんだった。そろそろ行かなくちゃ。せっかく奥まで出て捨ててきたのに、こうなっちゃしょうがないか。本当はこいつで背後からダスンってやるはずだったんだけどな。屋敷はいつもきれいにしておけってアルバート様に言われてるんだ。それと、知らない奴は入れちゃダメだって。ジェシカ様を守るためだって。おーい、どこ行くんだよ。逃げちゃダメだよ。怒られるのは僕なんだから。天使はどこ。殺される。いや、おはよう。君が悪いんだよ。アルバート様の邪魔をするから。アルバート様は病気のジェシカ様のために頑張ってるのに、いつも優しくて綺麗なジェシカ様が病気になるなんて。君はジェシカ様がかわいそうだと思わないのか。君みたいな悪者は牢屋に入れられるんだ。
君、いろんなものを持ってるんだね。面白そうなものは僕がもらっちゃったよ。そんなことしてもダメだよ。そっちからは開けられないんだから。その扉は閉めただけで勝手に鍵がかかるんだ。すごいだろう？何するんだよ。壊れたらどうするんだ。怒られるのは僕なんだから。やめろって言ってるだろう。壊れたら僕が直さなくちゃいけないじゃないか。やめろって言ってるだろう。壊れたら僕が直さなくちゃいけないじゃないか。なんだかお腹が空いてきたな。いいかい、僕がいなくてもおとなしくしてるんだよ。ああ、ベッドを壊した。なんてことするんだ。アルバート様が来るまでに直さなくちゃ。あれ？ああ、逃げるつもりだな。そんなことしたら僕が怒られるじゃないか。この悪者め。
こうなった。